北灘村は1955年まで愛媛県北宇和郡にあった村である。現在の宇和島市の南部の漁村である。昭和の合併で津島町、さらに平成の合併で宇和島市となり、現在に至っている。北灘湾を挟んで南北に大別される。現在の宇和島市の南部。宇和海に面し、岩礁川の流れ込む北灘湾を挟んで南北に分かれた海岸部。 古くから岩資料で栄えた。昭和30年代前半以降養殖業が盛んになった。半世紀北灘村成立後北灘村の系譜。町村製志工事。昭和30年2月11日。岩礁町新設合併。あ、津島町。北灘村北灘村。新万村。小牧村。二十歳村新設合併。 下灘村平成17年8月1日、宇和島市、宇和島市、吉田町、三県町、阿勝は26年4月1日北灘村の一部を境界変更により岩礁町に編入。岩礁町その他の合併以前の系譜は、それぞれの市町村の記事を参照のこと。明治の合併前の村である北灘村市浦がそのまま大技となった。合併前の中心は、 国長であり、役場、公民館などが集積。当庁の地域には、現在に至るも鉄道は通っていない。最寄り駅は、宇和島駅。海岸に沿っての道路は貧弱であった。ありがとうございます。